内部監査部門は、信用格付けの正確性を検証する必要がある。信用格付けには延滞の発生、資金繰り悪化、業績の悪化、親会社支援の変化、大口販売先の倒産等の情報を適時適切に反映しなければならない。信用格付けが、債務者の財務内容、信用格付け業者の格付け、信用調査機関の情報などに基づき、合理的な格付けとなっているか、信用格付けと債務者区分の概念とが整合性の取れたものとなっているかを検証する必要がある。金融機関内部のデータに基づき信用格付けを言っている場合は、当該データの信頼性及び標本数が十分であるかを検証する。当該データが不十分と認められる場合には、外部の信用調査機関等のデータをもって保管されているかを検証する。管理者が策定する信用リスク管理規定には、信用リスク管理の管理対象とするリスクの特定に関する取り決めを記載する必要がある。管理者が策定する信用リスク管理規定には、信用リスク評価方法に関する取り決めを記載する必要がある。管理者が策定する信用リスク管理規定には、信用リスクのモニタリング方法に関する取り決めを記載する必要がある。管理者が策定する信用リスク管理規定には、取締役会等に報告する体制に関する取り決めを記載する必要がある。審査部門は、予審先の財務状況、資金使途、返済財源等を的確に把握し、予審案件のリスク特性を踏まえた適切な審査及び管理を行わなければならない。審査部門は、シンジケートローンに参加する場合やプロジェクトファイナンスへ参加する場合等において、いわゆるコベナンツを用いる場合には、これを適切に設定管理しなければならない。審査部門は、健全な事業を営む融資先の技術力、販売力成長性等を重視し、担保や個人保証に依存しすぎないよう、営業推進部門への周知徹底を図る必要がある。審査部門は、営業推進部門において、審査部門の指示が適切に実行されているか検証しなければならない。資産査定管理体制における自己査定基準等について、自己査定基準の制定及び改正は、自己査定を実施する部門のみならず、監査部門及びコンプライアンス部門の意見を踏まえて行う必要がある。自己査定基準は正式の校内手続きを立て、取締役会等により決定し、明文化する必要がある。自己査定基準には、自己査定の運用に係る責任体制を明確に記載する必要がある。取締役会等は、定期的にまたは必要に応じて随時、資産査定管理の状況に関する報告調査結果等を踏まえ、自己査定基準及び焼却引き当て基準並びに組織体制の整備プロセスの有効性を検証し、適時に見直す必要がある。審査部門が経営改善計画の妥当性の検証にあたり、債務圧縮に向けた方策の実現可能性についての検証を十分に行っていない。営業店が一過性の赤字であるか非かの検証を十分に行っておらず、資産査定管理部門及び内部監査部門においてもこれを看過していることから、翌期の黒字化が見込めないにもかかわらず、債務者区分を正常先に留めている。審査部門が営業店に対し、実質同一債務者として一体で信用力を判断すべき債務者の判断基準を明示していない。不動産ノンリコースローンについて、LTV 算定における不動産鑑定評価の具体的な検証手法が定められていない。営業店が反社会的勢力先にかかる自己査定について、反社会的勢力への対応の所管部署であるコンプライアンス統括部門に確認しないまま、誤った認識に基づき、グレー先を自己査定の抽出対象としていない。審査部門が営業店において、過去の当局検査や監査法人の指摘を踏まえて改正したマニュアルに沿って、適切に一時査定を実施しているかどうかを十分に検証していない。LBO ファイナンス案件における自己査定について、将来キャッシュ
フロートに基づく企業価値を評価する手法や、当該評価の妥当性を適時適切に検証する方法について、規定で具体的に定めていない。過去に設定した貸し倒せ、引当金が十分な水準であったかどうかを事後的に貸し倒せ、実績額と比較して検証するバックテスティングを実施していない。市場部門が、欧州向けエクスポージャーについて、保有銘柄の格付けが高位であるとの理由から、経営会議に対して、信用リスク管理規定に基づく報告を行っていない。経営会議が、審査部門に対して、突発破綻した先の破綻原因や予診審査及び期中管理上の問題点を分析させ、債務者の実態把握に活用させるなどの指示を行っていない。融資部門が、営業店に対して、融資の実行時や実行後における事業計画の検証や進捗管理のほか、資産量や工事明細一覧などの要求により、債務者の実態を把握するよう適切な指導を行っていない。審査部門が、大口予診先の予診限度額の設定変更を取締役会に付議するにあたり、各債務者の予診残高や資金需要を考慮するにとどまり、各債務者の信用リスクや企業規模等を勘案していない。信用リスク管理部門が、住宅ローンの借り換え案件に関するリスク分析を行っておらず、また、営業統括部門も、借り換え案件の取り扱いが増加することに伴い、同ローンの審査基準を見直す必要がないかどうかについて検討していない。業種特性に応じた予診管理方法を十分に検討していない。コベナンツ条項に抵触した予診先に対する適時の企業審査や自己査定の見直しが行われていない。非常状態会社の中に会計監査人が設置されていない先があるにもかかわらず、当該先について法令違反の状態にあり、決算の信頼性にも疑義が生じ得ることを踏まえて、債務者格付けの見直しを行う必要がないかどうかを検討していない。信用リスク改善措置とは、大口予診の集中状況等を基準として、信用リスクの管理体制について改善が必要と認められる銀行に対して、その原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には報告を求めることを通じて、着実な改善を促す措置である。安定性改善措置とは、有価証券の価格変動等による影響を基準として、市場リスク等の管理体制について改善が必要と認められる金融機関等に対して、その原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には報告を求めることを通じて、着実な改善を促す措置である。資金繰り改善措置とは、預金動向や流動性、準備の水準を基準として、流動性、リスクの管理体制について改善が必要と認められる金融機関に対して、預金や流動性、準備の状況について、頻度の高い報告を求めるとともに、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には報告を求めることを通じて、着実な改善を促す措置である。持続可能な収益性と将来にわたる健全性、改善措置とは持続可能な収益性や将来にわたる健全性について改善が必要と認められる銀行に対して、必要に応じ、報告供給または検査を実施し、業務運営やガバナンスの発揮状況等について深度ある検証を行い、必要な業務改善を促す措置である。